ベルーナで代表しています水間亮です。ベルーナで店長しています角田愛斗です。ベルーナでトップスタイリストをしています畑中美織です。自分はお客様の悩みをまず聞き出すってところが必要かなと思ってて、やっぱり顔の輪郭が気になったりとか、ここまで切りたいって思った理由なんだったりとか、人によって多分違うと思うんで、自分たちがどう聞いてあげて何が悩みでどう解決していくかってのを聞き出すところが大事かなって思ってるんで、自分はそこ意識をしながら長さ切る上でも、そのなんでここまで切りたかったとか、そういったところまで追求してしっかりと聞き出すってのを意識してますね。お客さんがまず一番今日は何をしたいのかっていうのを多分一番最初に言われると思うんで、まあ、そこからどん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 いろいろ聞いてって、お客さんのやりたいスタイルをまず一番にベースに考えてあげて、でそこからプラスアルファでどん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 こういうのが似合ってる、こういうの方が合うとかいうのを提案してあげて、まあ、最終的に一緒に作っていくっていうスタンスが僕は多いかな。例えばさ、なんかすごい緊張とかしてて、これをすごく、ね、伝えたいのに伝えられないみたいな人たちとかには、なんかどういうふうになんかアプローチしてるとかある？そうですね、まあ、会話の全部敬語だけでいくんじゃなくて、ところどころちょっとラフな感じで、今日どんな感じにするだったりとか、もしくはもうすごい緊張してて、なんかそんな感じももう本当にダメそうな子には、今日この後なんかどっか行くのとか、簡単なこうちょっとこう話しやすいようなワードを話してあげて、でそこからじゃあ今度提案した時にもしっかりと言ってもらえるような、そういった会話作りとかも意識はしてますね。そうですね、自分もインスタ見て、まあ、その人の、まあ、自分がなんだろうな、まだ技術足りないようなところっていうのを取り入れて、でじゃあ練習してみて、じゃあ次お客さんに新しい技術、実は見つけたんですけど、こういった感じで切ろうかなと思うんですけどどうですかっていう提案につなげたりとか、お客様にもショートの似合わせっていうのも提案したりとか、でそこでしっかりとどんどん知識をつけていくっていう感じでやってるんですけど、まあ、美容師って結局やっぱ流行にやっぱついていかなくちゃいけないものかなって思うんで、情報がすごい多い世の中だからこそ、やっぱりしっかりとやっぱ知識っていうのは入れていって技術も身につけていかないと、やっぱり他の美容師さんには負けちゃうのかなって思ってますね。美容師だけじゃないとこからでもいろいろインプットできるので、美容師だけじゃなくて、まあ、いろんなファッション雑誌とか、そういうトータルビューティーからなんかいろんな要素を引き出して、なるほどねっていう感じ。あ、美容師さんだけのアカウントじゃなくて、まあ可愛い女の子のアカウントだったりとか。すごい実践するのも大事だよね。そうですね。SNS とかを見てると、確かにこういうふうにやったらいいんだろうなっていうのが入ってくるのもあるけど、実際ね自分の感覚でね手でやってみると意外となんか、あ、なんかこういうふうに思ってたけど、なんか手でやるとね、実際やってみるとこうなんだなっていうのもあるから。だから、ね、みんな、ね、朝とか営業前とかに、ね、作品塗りとかやったりするけど、まあ、そういうところでさ、やりながら気づく部分もやっぱあったりするじゃん。あ、こういう角度で、ね、ここに紙を動かしたら写真こういう、ね、写り方するんだなとか、そう、ね、発信するためにやっぱ、ね、動画とか写真とかやっぱコンテンツがすごい必要だと思うけど、実際、ね、目で見てるこのなんだヘアスタイルとそれを、ね、写真とか動画で面にした時にやっぱ見え方って違うから、やっぱそこはやっぱ、ね、ある程度実践で、ね、実際自分でやるってのはすごい大事だよね。そうですね。ね。もう僕はやっぱりそのなんか悩みを相談してもらいたいというか、なんか巻き方だったりとか、普段のホームケアの仕方とかいろいろあると思うんで、僕一番多いのはその巻き方。結構最後スタイリングするときに割とちょっと時間をかけてレクチャーすることが多いので、その後のやっぱ仕上がりに満足してもらえるっていうのは大きいので、その後お家でも。まあ、より簡単には説明するんですけど、まあ、絶対お家で完璧にできるって、まあ、そう、まあ、なかなか難しいよね。難しいので、まあ、そこのアフターフォローとして、まあ、文章にはなっちゃうんですけど、細かく全部お伝えして、それでも分からなかったらまた連絡くださいっていう感じ。なるほどね。まあ、そうですね、自分も似たような感じなんですけど、大体、まあ、初めてのお客様だったら、みのりと同じ感じで教えてて、で例えばインスタにその巻き方が載ってたら、
じゃあちょっと後でこの巻き方の動画のインスタここになるんで、うん、よかったらインスタの URL 貼ってあるんで、それで見てくださいねっていう風に誘導してあげたりとか、うん、あとは巻きが取れちゃうとか、うん、商品じゃ何がいいですよとか、うん、こういった髪質にはこういったトリートメントがいいですよとか、うん、よりそのホームケアでより良い髪の状態っていうのを多分保ちたがる人がすごい多いと思うんで、うん、そこのアドバイスだったりとか、あとはじゃあ再来できたお客様には、うん、まあ、改めて最近髪の調子どうです、何か気になりますって確認して、うん、まあ、気にならなければじゃあそのまま維持してくださいねですし、うん、気になる人がいるのであればじゃあそれに合ったじゃあまた対応、じゃあそれだったらここまで切っちゃいましょうかだったりとか、そういったところでより満足度っていうのを上げていって、うん、お店に来ただけじゃなくって多分他のところでもケアしていくっていう、やっぱこう他の美容師さんとやっぱやってないことをやっぱりやってあげないと、うん、多分やっぱり満足しないのかなって思ってるんで、うん、まあ、多分うちのお店みんなやってることだと思うんですけど、やっぱりお客様にしっかりとやっぱり満足いくっていうところでは髪の状態をより良くしていく上での提案っていうのを24時間365日全部対応できるような、うん、そんな勢いでやっぱやっていってるってことですかね。根底としてやっぱり満足度を高めるってなった時にやっぱ一番大事なのは絶対的にやっぱ技術だと思っていて、まあ、それがなかったらそもそもアフターフォローとかそういう、ね、話ではなくなってくるから、まず技術がちゃんとしているっていうのはまあ大前提だと思うんだけど、結局、ね、なんかそのさっきみのりも言ってたみたいに、結局どんだけ丁寧に説明しても実際ね、その耳で聞いているのと実際自分の手を動かして、ね、しかも自宅とかでちょっとね少しなんだろうな、聞いた知識とかをちょっと忘れちゃってる状態でやるのって多分またね全然あれ思ったようにできないなとかね、うんうん、そうっていうのがあるから、ね、うちのお店の場合だとみんなにお願いしてるんだけど、まあその各々その、ね、個人の LINE アット公式 LINE を作ってもらうようにしていて、うんうん、ご来店されたお客様に、まあ、その任意でよければその LINE のアカウントを、まあ、お伝えしていて、まあ、その何か、ね、その困ったこととか実際じゃあ、ね、お伝えしたやり方とかを、まあ、実践してみていただいて、なんかね、不明点とか分かんないことあれば、まあ、いつでも対応するので聞いてくださいっていうふうにやってるよね。そうですね、うん、休日の時間もね、いつ、ね、24時間365日って言ってるから、いつね、連絡来るか分かんないじゃん、うん、なんかどっか旅行行ってるとかね、例えばじゃあね、な大事な人と一緒にいるのに LINE ポンってきて、ね、この女の子いかにやっぱ人がすごい、ね、まあ、めんどくさいというか、まあ、やりたくないなってところをまあ率先してできるかっていうところが技術以外の部分で、技術をが当たり前っていう前提としてプラスアルファの付加価値っていうところを考えたときに、やっぱそう人がいかにまあやりたくないことをやるかっていうのはすごいやっぱ満足度を上げるっていうことでいうとまあ大事だよね。そうですね。もうお店全体のそのまあベースとして、まあその小顔っていう部分とまあその似合わせっていう部分をまあその売りにしてやってるお店なんですけど、まあやっぱりまあ、顔をね、なんかどんだけなんか、ね、いろんな人がご来店、ね、お客様される中で、あ、なんかね、すごい顔ちっちゃいなっていう方が来られても、いや、顔ちっちゃく見せたいんですよねって言われるから、自分の顔がちっちゃいって自覚してる人って僕10年間美容師だけで一人も出会ったことがなくて、だからやっぱ顔をちっちゃく見せたいっていうのは多分本当に多分 99.9% というかもう 100% ぐらいの多分女性を持ってると思うので、そうっていうところと、あの僕がまあそのスタイリストになり始めて、まあ、そのご新規様にご来店していただいて、まあ、カウンセリングをしていく中で、やっぱすごく言われるのが、まあ、その自分に何が似合ってるかわからないっていうところがやっぱすごくいい、まあ、なんとなく毎日、まあね、巻いたりとかスタイリングしたりしてるんだけど、これが本当に自分に合ってるのかなとか、じゃあ今の髪型長さとか、ね、前髪の作りの感じとか自分に合ってるのかわかんないっていうふうに言われることがすごくやっぱ多かったので、だからまあね、丸顔さんとかだったら、例えばじゃあちょっと、ね、前髪あんまり重く作っちゃったりとか幅広めに作っちゃうと、まあ、ちょっと、ね、その形を強調しちゃうよねとか、そういうところで、まあ、提案していったらすごいまあ強みになるなと思ったのが、まあ、生まれたきっかけというか、まあね、そこに対してすごく需要があるなって思ったので、まあ、そこをまあ、ね、極めていけたらすごい今からの時代強いんじゃないかなっていうふうにまあ思ったかな。カラーもパーマも大事ですけど、やっぱり、うん、カットが一番大きいかなと思います。さっき言ってたアフターフォローとかもそうですけど、うん、自分で巻くときとかにやっぱカットの形とかが綺麗じゃないと絶対再現性って変わるし、うん、まあ、前髪のなんか流れやすさだったりとか毛先の収まりやすさとかも全部量感の調整の仕方とか癖毛とか骨格とか、まあ、全部そういうのを含めるとやっぱりカットが一番大事なので、まあ、
整えるだけとかだけでもやっぱり結構変わったりするので、うん、一番、まあ、得意になりたかったっていうのもあってカットが、なるほどね、一番今得意かなって思います、ね、うんうん、このお店に入ってから基本やっぱ女性のお客さんと担当することが増えたんで、うん、そっか、もともとあれだよね、確かメンズが多かったんだよね、でも自分はもうここに来たからもう、うん、どちらかというと女性のお客様をよりもっと多く携わりたいし、うん、もっと上手くなりたいってところがあったんで、うん、まあ、それでもう水間さんについていくってことで、うん、まあ、それで水間さんの真似をして似合わせっていうのに選んだんですけど、うん、まあ、その上でその前のお店で学んできたことだったりとか、うん、その水間さんの教えだったりとか、あとはそのさっきも話してたように SNS だったりとか、うん、そういったところを自分で取り入れて、で徐々に自分の技術としてよりまとめてって、うん、あ、じゃあこういったお客さんにはこういったものの方が提案したりとかっていうところでの、うん、やっぱカットはやっぱり再現性と、あとは持続、うんうん、やっぱりこう結構日本人の方ってやっぱりすごい持続性持たせたいって人がそれから多いお客様が多いんで、うん、そういった持続性を持たせるためにじゃあどうしたらいいのかとか、うん、あとはその次のじゃあそれまでの周期どのぐらいにしたらいいですよとか、うん、そういったところも一つかなと思ってますし、うん、あとはやっぱりカラーも綺麗に見せれる方がいいかなと思ってるんで、うん、めちゃくちゃ混ぜるもんね、混ぜます、えげつないぐらい混ぜるよね、なんか5色とか6色全然混ぜますね。でやっぱりその人の肌の色とか、うん、あとやっぱ服装によってもやっぱりこう意外とその今ってやっぱパーソナルカラーとかあるじゃないですか。ああ、そうだね、うん、でもパーソナルカラーだけどもなんか私にはこの服が好きだからこれを着てくるっていう人もいますし、うん、でもちろんそれを見てじゃあ私に似合う服はこの色だからっていうことで、うん、やっぱりある程度もお客様も知識持ってる方がすごい多いんで、うん、それに合ったやっぱ色の提案だったりとか、うん、あとは季節感、うんうん、あとはその暗さとか明るさもその職場とかそういったところにあった状態でトータルで結局似合わせっていう風にしていくのがやっぱりお客様の満足度っていうのを高めることになるのかなって自分は思ってるんで、なるほどね、まあ、カットもそうなんですけどカラーもちょっと意識はしてやっていく上でしっかりと似合わせていくっていう風には考えてますね、うん、結局多分家にいる時間よりも多分お店にいる時間ってすごく長いと思うし、なんだろうな、結局ねスタッフの子たちも多分ね、まあ、友達とか、ね、いろんな家族だったりとかっていう人たちよりも多分スタッフでいる時間の方がすごく長いと思うので、ってなった時にやっぱりまあ居心地がいいというか、まあ、そのフランクになりすぎちゃったりとか、まあ、友達みたいになっちゃうのは良くないかなって思うんですけど、まあ、なんかあんまりねなんかギクシャクした関係性だったりするのは嫌だから、まあ、なんかねすごい全員がなんかね、居心地がいいお店で会ってくれたらいいなってのはやっぱすごい思うかな。美容師人生においてはターニングポイントだったのかなって思ってて、うんうん、やっぱりそれまでメンズしかやってなかったってのもありますし、うん、あとはその SNS 一切やってなかったん で、うん、でそこでまあ水間さんに教えてもらって、うん、でなおかつオープンした直後もうコロナだったじゃないですか。あ、まあ確かにね、もう全然お客さん来ないし、うん、キャンセル200件の方じゃないですか、うん、確かに。そんな中で結局そのじゃあ今みんなお家にいるから、うん、絶対携帯見てるから今のうち投稿しときなって言ってくれたじゃないです か、うんうん、だかそれをよく覚えてね、まあ、やっただけだったんですけど、うん、まあ、その結果バズ1ヶ月ちょっとでバズって、うん、でなんだかんだもそのお客様がすごい多く来てくださったりとかもして、うん、で今のやっぱこういった店長っていうところにもやっぱつきましたし、うん、やっぱりそれによってこう実りが来てくれたりとか、うん、もちろん別なスタッフもやっぱ入ってくれたりとか、うん、このベルーナってお店に入れたからこそ、うん、やっぱりこういった状態に自分が今いるのかなって思ってるんで、うん、まあ、自分にとってはその最初に言ったようにやっぱターニングポイントだったのかなって思いますね、うん、そのまあ水間さんが大事にしてるコンセプトがあるからこそなんかいいお客さんというか、まあ、たくさんの人に関われたっていうのはかなり大きいので、うん、まあ、僕もベルナは本当に第二のホームで本当にすごい入れてよかったなって、まあ、水間さんもそうだし他のスタッフもみんな出会えてよかったなって本当に思います。ありがとうございます。なんか改めて、はいはい、まあでも高め合っていける関係性で、ね、いつまでもいたいよね、まあ、どんだけ、ね、今後、ね、2店舗目3店舗目とか規模が大きくなっていても仲、まあ、仲いいというか、ね、すごい関係性ちゃんとある中で、まあ、高め合えていけるっていう、ね、全員が全員、ね、そういう、ね、存在であれたら
まあいいよね、そうですね。